はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はい、今回もですね、アリエクスプレスの100円ショップでの購入品のご紹介になります。ではですね、早速開封してまいりましょう。これはレビューでたまにこの辺がですね、割れてたりいう感じでありますので、開封直後にですね、しっかり画像に収めておきたいなと思います。すると、はい、中身はございません。はい、まず最初にですね、これは Bluetooth のヘッドホンになります。購入金額はですね、700円の1割引きの630円でございます。ちょっとまあ、アリの100円ショップにしてはちょっと高い品物になりますけれども、はい、こんな感じのヘッドホンですね。マイクロ SD カードも本体に刺さるようになっております。これが電源ポートでしょうかね。マイクロ USB でございます。で、これが、なんか 3.5 ミリのピンジャックが刺さるみたいですね。ちょっと後で。これは多分あのマイクロフォンだと思います。はい。Bluetooth はですね、なんかホームページの見出しには、5.3 って書かれてたんですけど、それをですね、ずっとずっと中読んでいくと、チップは 5.1 と書いて書かれてましてね。で、マニュアルにはですね、なんと Bluetooth 5.0 って書かれてるんですね。まあ、どれが本当かわかりません。一応ですね、利得は 105dB プラスマイナス 3dB ですね。あと出力でしょうかね。30mW。カタちゃんかな、カタちゃんでしょうね。一応20から 20kHz。で、インピダンスは32オーム。多分、これ、だからインピダンス書いてるぐらい、だから AUX の入力でしょうかね。この中にヘッドホンの有線でつなげるいうことでしょうかね。いや、はい、マイクの性能が 30Hz から 16kHz。ですね、チャージングはタイプ C。タイプ C じゃないよね、これ。タイプ C かな？はい。タイプ C ではございません。マイクロ USB でございます。タイプ C は刺さりません。あとはですね、スタンバイで電流が 0.5 から 0.6 ミリアンペア使いますよいう感じでしょうかね。あとこの充電池の大きさが500ミリアンペアだと思いますけれども、もうなんかね、中華さんのこの使用というデータ的な数字的なものはものすごくいい加減ですからね。これは何を信じていいのやろ、本当か嘘かはわかりませんが、一応こういうことは書かれています。はい、今ですね、ホームページで見てたんですけど、なんとですね、この頭の上のこのパッドがですね、これ綺麗なパッドが貼られている写真がね、載ってたんですけどね、なんとついてござりません。もうプラスチックのむき出しでございますね。これは、ひどいな。まあ、しょっぱなからこれなんでね、あんまりおすすめはできませんね、これは。はい、
この辺のですね、姉妹もこれ、なんかバリと申しますかね、もう、なんかいい加減な作りですよね、これね、作りが荒いというか。まあ、パッド自体はですね、まあ柔らかくて、まあまあ、いいんですけどね。まあ、調整はここでいう形でしょうかね。これもですね、あの金属じゃなくてプラスチックみたいな感じですね。もうすでにこの動かしたあたりでこのメッキがですね、剥がれてます。はい、重さはですね 134g。 頭に装着した感じはですね、軽くてまあ付け心地は悪くはないんですけどね。はい、今ですね、あのレビュー動画をですね、あのアリさんのホームページに行って見てたんですけど、なんか皆さんね、ここのパッドはついてないみたいですね。今気がつきましたけどね。他の出品業者のですね、ホームページ行ってみるとですね、これと同じ写真が載ってましてね、そこは良心的な業者だと思うんですけどね。あのパッドもちゃんとついてなかったですしね。ボタンも、私が買ったところのホームページはボタンが3つだったんですけど、ボタンも4つでね。もう完全に品物は同じものが写ってました。で、Bluetooth も 5.0 って書かれてました。正しいであろうというホームページ情報によりますとですね、このヘッドセットにはアクティブノイズリダクションがついてまして、あの、マイクで雑音を拾ってですね、それを、あの、位相によってですね、打ち消し合って、ノイズを除去するという装置がね、ついているみたいでございます。それと感度が 108dB、プラスマイナス 3dB、スピーカー径が 40mm、再生時間は4、5時間、充電時間は1時間、いうふうに書かれております。はい、操作スイッチはですね、テカテカしている上にですね、非常に小さくて全然何を書いているのかわかりません。一番左がですね、とりあえず、ボリュームを下げるのと、曲の、前の曲の選曲でしょうかね。次が、ボリュームのプラスと曲を送るんでしょうかね。次が電話のマーク、電話のマークとなんか何でしょうかな、曲飛び、よくわかりませんけど、これがスイッチとメモリ M って書かれてますね。とりあえずスイッチをですね、入れてみましょうかね。あ、なんか英語で喋りましたね。はい、スイッチを入れるとですね、さっきマイクかなと言ってたところがですね、LED の表示になります。はい、デバイス名はですね、PQ です。はい、今ちょっとですね、こちらのヘッドホンがですね、なんかモノラルっぽい感じがしたんで、今、ステレオかどうかいうのをですね、バランス調整で、このダイソーの安物の折りたたみのヘッドホン。これでですね、バランス調整で、左に、左だけ出したりですとかね、右のみとかね、こんな感じで調整してたんですけど、音はですね、このダイソーのこの折りたたみヘッドホンの方がずっといいです。それとですね、このヘッドホンでバランス調整したらですね、見事にモノラルでございます。ステレオではございません。これあのバランス調整で右だけとか左だけとかにするとですね、ただ単にボリュームが下がるだけでございます。これはひどい。もう、もう、買った中で一番失敗作かな、これ。音はですね、非常に悪いです。で、まあ、
一生懸命ですね、こう、イコライザーでですね、調整してやってもですね、音がですね、なんかこもる。なんとも言えんな。これはね、ちょっと、ひどいな。はい。一応ですね、もう操作方法もどうでもええようになったんですけど、まあ、とりあえず説明しておきますね。さっきのこのマイナスが、単押しでですね、この曲の最初に戻るというような感じでしょうかね。これを押してるとですね、曲が戻っていく。で、次のやつで曲が単押しで、次の次いう感じでね、曲が飛んでいくんですけどね。で、長押しでボリュームがですね、下がっていく。で、こちらの方で長押しでボリュームが上がっていくという形になりますね。はい、次のこのスイッチがですね、一時停止、ポーズボタンですね。一回押すとポーズ。次でまた再生が始まります。あと、多分電話がかかってきたら取ると思うんですけどね。で、あとこれがパワースイッチになります。非常にテンション下がってます、今。もうこれはちょっと、ゴミ箱行きでございます。本当にひどい。音もひどい。もうステレオでさえない。ひどいヘッドホンでございました。もう後の機能説明もなんかこれが、まあ入力なんかどうかも、あと SD カードが使えるかどうかも、もうどうでも良くなりました。はい、一応これがスピーカーでございます。なんかですね、もう今までアリさんで買った中で一番なんかテンション下がってます。もうこれ分解して中をねお見せしたところでどうでもいいような商品でございますが、もうなんかやる気も失せてしまいました。もう本当にひどいな。これまずステレオでないというのがね、ちょっと。なんで、ちょっと原因をね、追求していきましょうかね。よいしょ。よいしょ。はい、中はこんな感じでござります。はい、電池をね、頑張ってこれ両面テープ今剥がしてみたんですけど、何も書かれてません。これは 500mAh はないですね、絶対。ラジコンのですね、はい、こういうラジコンの中に入ってる電池がですね、200mAh ぐらいの感じ。これと同じぐらいの大きさのやつがね、入ってますので、これ多分 200mAh ぐらいですね。これがね、多分200mAを 240mAにね、私は改造して付け替えたやつだと思うんですけどね。それよりも薄い。まあ大きさは同じぐらい。かな？うん。これひょっとしたら 180mAぐらいかな？雰囲気的にね。端子的には L と R は分かれてるんですけど、多分この Bluetooth がですね、ステレオになってないんじゃないかなと思います。
なんかね、昔こういうのあったような気がするんですけどね。一応 L と R にはアンプ部は分かれてますけど、元が多分ステレオになってないんじゃないでしょうかね。どっか受信部か。Bluetooth の回路的にはステレオになってても受信部とかね。あとマイクはね、ここにあの、可愛くあります。Power on. Play by TF card. 今この本体にマイクロ SD カードを挿入してですね、音楽聴いてみたんですけど、なんかあまりにもなんか音がね悪くてですね、なんか表現しにくい、まああの音がよどんでいるというか、もう高音はない、低音はない、音割れはする、なんかひどい音なんですよね。でまあステレオかどうかもなんか音の分離度が悪すぎてですね、なんかわからないというなヘッドホンでございます。まあこれ本当にアリさんで買ったワースト1でないでしょうかね。絶対手を出してはいけないヘッドホンを買ってしまいました。